はい、皆さんこんにちは、坂木敦です。あ、ちょっと疲れましたわ久しぶりにねノート書いたんですよ。ノート4700字も書きましたよ。で今ちょっと上げたんですけどね、1本500円で、ね、読むの500円。4700字のうちね、最初のね1500字ぐらいまでタダですで、その後が500円ということになりますけど、まあまあ好きな人だけ読んでいただければいいんですけどね。でね、こんなんね、すぐにわかることなんで、なもまあどうでしょうね、新聞記事にはならないでしょうけども、まあ業界の人だったらすぐにわかるというか、もう知ってはる人もいるんちゃうかな。もう1週間以上経ってますからね、まあでもこんなこともありましたでという話でございましてですね、ちょっと読んでみましょうか。あの一部上場マンションデベが経営不振に陥って中国企業に買われてたと、まあこういう記事でございました。もう15年ほど昔のことになろうか、私はある中堅マンションデベロッパーの皆様への感謝の会的なパーティーに紛れ込んでいた。一流ホテルに会場を借り、立食形式で行われるパーティーである。業界ではよくあるスタイルだ。派手なところはタレントを呼んだりもする。まあまあこんな書き出してですね、もうまあもうどっかわかると思いますけど、某、一部上場のマンションデベロッパーがございまして、これがですね、5月時点でですね、継続企業の疑義というのを出してましてですね、まあ不動産会社で今それついてるのそこだけやなかったかな。まあ、そんなんわかるんですけどね。でそこの社長さんという方が多分私お見かけしたことあるんですよ。その話を最初に書いてるんですけどね、そのもう十何年前、とある中堅デベがですねパーティーやるんですよ、業界って。そのデベが なんでやるかというとね、あの一流ホテルにね関係者というか、まあ、要は土地を売ってくれそうな人ねあるいはそのまあ建築を引き受け取るのはまあ業者系も多少は混じるんですけど、主に土地を売ってくれそうな人と、その土地に対して融資をつけてくれそうな金融機関ですね。だから不動産屋と金融屋っていうのはまあ2つ、金融屋っても銀行ですけどね。であと我々のようなこうにぎやかしの業者みたいなのが入ってですね、でまあまあ業界ってね、こう横のつながり結構ね強いもんですから、強いというかもうそれだけで顔だけで商売できたりする人もいるんですよ。ですんでね、そのまあそういうパーティーをやってですね、要はうち儲かってます、こんなパーティーできるぐらい儲かってます、土地持ってきて買うでみたいな、まあそういうことなんですよ、簡単に言うと。だからやってますよ、オープンハウスも毎年のようにやってますよ、ド派手なやつをタレント呼んで。僕も一回だけ出させてもらったんですよ、ね。出させてもらって、ほんで、次の年ぐらいかな、たまには呼んでえなって言ったら、あれは土地を売ってくれた人だけって言われて、あ、まあ確かにあの時ちょっとお手伝いしたなと、手足呼んでもらえたのかって、ちょっとあれなんやん、ちょっとあれないのって、プレス枠ないのとか言ったら、ありませんって言われて、あかんやん、もう、本当に、まあええけど。うん、でその時にね、パーティー出た時にえらいなんか真っ黒な顔してね、髪の毛もこの辺までこうあってね、それで、若いんですよ。そういうパーティーって大体ね平均年齢50ぐらいちゃいますか、で70ぐらいのじじいもいっぱいいてますしね、女性はほぼほぼいないんですよまあ9割男って言うていいかなほんまにだから出てて何にも面白ないんですけど、まあ飯食うのと、でたまに会う人に「はーい」ってやるのと、あとはあどんなやつが来てんのかっていうの、名刺をここにつけるんでね、その名刺を見て回って、この会社の取引先はこういうとこねんなーって見て回る僕なんか、まあ、どっちかそういうジャーナリスティックな見方をするのは昔から好きでしたからね、そうやって見てたわけです。でその中でそのこんな黒い顔したね、精悍な30当時5とかなんかそんなんですよ。でも社長なんですよ。まあ、業界はいるんです、時々その販売系の場合はその若くして独立するとですね、いきなりマンション分譲、開発分譲できないっていう、要は銀行がお金を貸してくれないんですよね。だから 2,3 年はですね他社のマンションを売らせてもらってですね、で売りますっていうのを売れるっていうところを見せてですね、んでその銀行の信用をつけてですね、それで、土地を持ってきてもうて銀行に頼んで買うと。
うん、で建築屋に建ててもらってそれを売ると、そうすると自社物件になりますからデベロッパーに昇格ということになりますね。そのまだね、その当時僕が最初に見たのはね15、6年前、もっと前かな、ですけど、あのまだその方がですね、まあそういう感じで、お若いやんあいつみたいな、もうすでにその時僕よりだいぶ若かったような気がしますからね、若いけど頑張ってる不動産屋やみたいな感じで、でその人がいて目立ってるんですやっぱりね、あのそんなじじいばっかりところでですね、若者もキラキラのスーツ着ていかにも不動産屋みたいな感じで真っ黒な顔して、もうお前3日に1回ゴルフ行ってるやろみたいな顔して、儲かるとこは必ずゴルフ行きますからね不動産屋ってねその人が作った会社がですね、たちまち一部上場企業になって、せやけどあかんやんってこの5月に継続企業の儀式って流れなんですね。でなんでそうなったかっていうと、多分ね本業だけやってたらそこまで社業悪くならなかったはずなんですよ。本業ってまあマンション買うて、土地買うてマンション建てて売るという本業ですけども、でここしばらくね、ここ何年 もうここ 4,5 年 5,6 年というべきですかね、もう土地なかなか買えないんですよ。買えないというか高いこと言いよるわけですよ、みんな あれが地主どもが高いこと言いよるから、そんな値段で買うて売れるわけないやんっていう、そうなってきてるわけですね。買えへんやんとなると、でも高くなら買えるわけですね。でも高く買うとマンション建てて売っても売れへんわけですね。でどうすんのっていう話になって、あったらホテルにしようやっていう話にその方はそう考えたようですね。なんかグググググッと会社の会場をですねホテル開発に切ったわけですね。ほんでまあその悪くはなかったと思うんですよ、去年あたりまでは。まあ多少ね、愉快なお隣さんのボイコットとかあるにしろ順調に伸びてたと思うんですけども、ただものすごく土地は高くなるんで、今から開発するホテルなんていうのはもうそれこそ高い料金設定で8割ぐらいの稼働を望まんと赤字になってしまうみたいな、そういうね事業環境になってきたと思うんですね。それでもそこ買うたはったみたいなんですね、噂によると。高いマンションの、ね、値段の3倍とかいう土地の買い方してたらしくって、一気に傾いたんですね、この春に。コロナ、多分コロナやと思いますけど、一気に傾いて、で、継続企業になって、それでそのちょっとこれは文章を読んでほしいんですけど、なかなかね、マンションデベっていうのは危機になった時には難しいんですよ、いろんなことからして。であかんやろなと思ってたらですね、昨日の夜ねふとね、それどうなってんのと思って調べてたら、そうなってんのみたいな、こうなったんかという、そういう結果が出てきたんで、これはみんなに お知らせしなあかんやん、お知らせしなあかんけど、いきなりお知らせするのもったいないしノートにしようかみたいな。こんなんね、500円でね、 20人の方が買ってきたら1万円でしょ、このままねメディアにね売ってもいいんですけどね多分喜んで買ってくれはる原稿なんですけどね、まあそれでもまあ数万円でしょうから、数万円で2万円か3万円ですからね、まあええやん、とりあえずまず皆さんに見てもらおう、読んでいただきたいなと。500円ぐらいやったら出してよ、もう業界人いるでしょ、まだ儲かってるしみたいなでまあ必死で書いたらね、2時間ぐらい変わったの、2時間もうちょっと変わったの、2時間半ぐらい変わったんちゃうかな、4700字ですからね。ほんでこれ調べながら書くんですよ、やっぱりいろんなことがあるんで、こう IR とか見ながら書いてるんですね。ただ4700字書けって言われたら多分僕2時間もあれ書けると思うんですけど、こう調べて、これあんなと間違ったらあかんね、間違ったらまた何か言われんねんと思いながら書いてましたんでね時間かかって、ほんでしかも疲れるやん、なんか歯も痛くなってきて、今朝治ったかなと思うんだね、歯痛いの全然なんともないし、こっちが痛いのか分からへんやん、これ単純にどっか体調悪いんでしょうかね、これね、内科の先生聞いてたら教えてください、これ僕どこが悪いんですかほんでね、夕方になるとね、なんか頭のこの辺ピッとしてね、なんかね体調悪くなるんですよ。だから昨日はね薬ね、胸焼けの薬だけ飲んだんですけどね、あと眠れる薬とね、なんだら今日お腹減って調子良かったんですけどね、この夕方になったら、もう最近夕方になったらね、なんかこう体調悪いんですよ、あかんわ年やわと思って、もうしゃあないですけど、まあそれでこんなねハードワークですよ、4700字って言ったらハードワークしたら、なおさらあれなんかおかしいんちゃうか俺と思ってですね、あれ目も見えようになってきて、俺大丈夫なんかね、まあ大丈夫っぽいですね。
いやそれでね、疲れました。これでもすでにですねノートで読めるようになってますんで、まあすぐ読めますよ。 3,4 分遅い人でも 4,5 分あったら全文読めるんちゃいますかね。ということで、とある一部上場企業はですね、まあ、タイトルの通りですね、中国企業のですね、まあ、傘下に入ったんですよ。ほんまに。まあ、でもこれね、実は珍しいことではないんですよ。まあ、そのあたりもね、本文に書いておきましたんで、ね、まあ、ご興味のある方はね、500円払うと読んでください。で、一月や二月ちゃったらね、どっかに出てますから、お前って言わんといてくださいね、その時ね。ちゃんと予告してるんですからね。はい。ということで、久々にノート書きましたというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。